皆様こんにちは、サッキーチャンネルの清本さつきです。突然ですが、大好きなあの子と付き合いたいとか結婚したいとか一緒に暮らしたいって考える王子様、結構いらっしゃるのではないでしょうか。しかし、悪いことは言いません。やめておいた方がいいと思います。付き合いたいっていうお気持ちはもう本当に共感しますし理解できるんですけど、でも風俗で働く女性と付き合うことにはメリットよりもデメリットの方が案外多かったりするんですよね。そこで今回は元泡姫である私清本さつきが、風俗で働く女性とは付き合わない方がいい理由について4つご紹介したいと思います。それでは早速いきましょう。1つ目、キャストさんは思ってるほどエロくないです。キャストさんと付き合ったらお家でもあんなことやこんなことしてくれるんじゃないかなとか、そういう期待を抱いてる王子様多いと思うんですけど、全くそんなことはありません。実はなんかね、実際はそんなにそういうエッチなこと好きじゃないですとか苦手ですっていうキャストさんも多いんですよね。で、あとはもうやっぱり私たちはお仕事として割り切ってそういうことをしてるわけであって、お仕事が終わってもう普通の源氏名ではない自分に戻った瞬間にもうどこにでもいる女の子になるわけです。なのでプライベートでするときは結構普通ですとか、もうお魚みたいです、マグロみたいですっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね。なのでそのキャストとしてのそういう乱れた姿をプライベートでも見せてもらえるかっていうと違うっていう、全く別だっていうことを理解しておいた方がいいと思います。2つ目、金銭感覚が合わないことが多いです。私たちって良くも悪くもやっぱりお金は使うんですよね。私たちは職業柄自分自身が商品になりますので、自己投資とか、そういう投資をかなりしてるんですよね。女性によっては整形したりとか、本当に頻繁にサロン系に行ったりとか、あとはいいところでお食事したり旅行に行ったりとか、そういったことも全部投資としてやっている女性も多いので、でもそこに対してこうきちんと理解をできない男性にとってはこの金銭感覚の違いって辛いところになるんじゃないかなと個人的には思います。3つ目、メンタルケアがかなり大変だと思います。大半のキャストさんはとにかく病みます、落ち込みます、悩みます。こういったネガティブな時に上手に対応してあげられるかっていうところがすごく大事になってくると思います。私自身もキャストの時はいつもニコニコしてて、こう優しいさつきちゃんっていうイメージがあったと思うんですけど、でもプライベートの自分はもう頻繁に落ち込みますし、悩みますし、怒ったりすることもありますし、人に対して当たることもあったんですよね。で、それがその思っていたさつきちゃんじゃないっていう風に捉えられるとすごく悲しいなって私も思いますし、その女性に対してこうまた病んでるのとか悩んでるのっていう風に面倒くさいとかもううんざりっていう感情を抱く、それぐらいの気持ちなのであれば最初から付き合うっていう選択肢はもうない、考えない方がいいと思います。4つ目、喧嘩となる原因が多すぎるっていうことです。私たちのお仕事ってこう世間一般的に見るとまだまだこう特殊なお仕事だと思うんですね。なのでそのトラブルの原因というか揉める原因になることが多いと思います。その中でも私たちキャストにとってもう一番嫌なことって他の男とそういうことしてほしくないっていう話とか、あとは何か他のことで喧嘩をした時にこういう仕事してるくせにっていう風にその話を出されるっていうことなんですよね。私たちからするとそれ分かってて付き合ってくれたんじゃないのって思いますし、付き合った後からそういうトラブルを何回も重ねていくことって本当に辛いことになるので、やっぱりそういう面でもなかなか難しいのではないかなと私は思います。という
感じで4つご紹介したんですけど、まあ全体的に共通していることが、キャストとして見てくださっている私たちの姿と、あと現実、そのプライベートでのプライベートでの私たちってこうイメージがかけ離れているっていうことが大きいかなと思います。私たちは本来はもう普通の女の子なんですね。なのでそのキャストとしての姿に恋をしても、実際付き合ってみたら全然違うっていうことはもうザラにあると思います。なので、まあ、あんまりそういう幻想というかイメージは抱かずに、その場限り、その時間限りの楽しい時間を過ごすことに専念された方がお互いにとって幸せなのではないでしょうか。風俗で働くキャストさんたちは、ご自身の何かしらの理由や目的があってお仕事されている方がほとんどだと思いますので、そういった女性にこう中途半端な気持ちでご飯食べに行こうよとか遊ぼうよとか、普通にこうそういう関係じゃなくて外で会おうよっていうことはとっても失礼なことに当たると思いますので、なるべくそういった言動はお控えいただけると幸いです。ただそうは言っても、実際にお付き合い、お客様とされて結婚されている女性も多いですので、風俗で働くキャストさんと付き合う方法っていう動画も今度投稿したいと思いますので、そちらもよかったらご覧ください。それではですね、今回も最後までご覧くださりありがとうございました。この動画がちょっとでも参考になったっていう方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとあとチャンネル登録よかったらお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。